おはようございます。ジャスト株式会社代表関正之です。これ今回も経営の話なんですけど、はい、どうも人間ってこう感情の量が人によってさまざまだと。はい。でどうもそれは、こう感情の量だとするよね。はい。どうもそれはこう分布、はい、うまいことこう分布してる。はい。全くここ少ない人ね、うん、で多い人で、ちょっとこんな実は単純じゃないんだけど、はい、今度はこの理性に関しても同じように、こんなにというのは理性に対して単純じゃないんだよ。うん。ここそれぞれの人ね、はい、これ感情がすごく少なくて理性的で、極端にいくと感情理性的な面が少ないけど感情が多い。おそらく人口分布にするとこういう感じになるんじゃない、うん、はい、うん、で こんな実は単純じゃないと思う、はい、まあ、単純にして考えると分かりやすいから、はい、でおそらくここがサイコパスって言われる人たちだね。ああ、はい、うん、で、おそらくここら辺が芸術家タイプの人たちだね。はい。ただ具体的に言うと尾崎豊みたいな芸術家、感情がものすごい量が多い、はい、で自分でもコントロールできないから、はい、天才的な人多いんだけど、うん、結構早死にしちゃうね、うん。こっちはサイコパスって言っても、まあ、オックスフォード大学の研究によると、実はサイコパスでも犯罪に走る人だけじゃなくて、多くが結構、うん、現実的に成功を収めてる人、はい、というのはストレスに対してものすごく耐性が強いので、うん、このストレスのかかる状態でも冷静でいられるので、そういうところで仕事できる、はい、例えば株のブローカー、うん、何百億動かしてて、うん、それを冷静にこう対応できるとかね、はい、実業家なんかでも多いし、やっぱ軍のトップとか、はい、そういう人たちもこういうところに、うん、いるということで、はい、まあこういうふうに神がおそらくもう与えたもんなんだろうね、これは この人たちにね、はい、でどうもこの100人いると必ず1人ぐらいこのサイコパス傾向になる人がある、まあ、うん、うん、はい、でということは同じように、これはちょっと僕の憶測なんだけど、同じように100人いるとやっぱ1人ぐらい天才的なこの感情のものすごい量を持った人がいるって話で、うん、はい、うん、でここおそらくそれもこういうふうに人口もこう大概大人ってこういうバランス取ってると思うんだよね、うんうん、で問題はそれを見極めていかに適所適材をするかって話だよね。はい、そうですね、うん、で感情の多い人にものすごく多い責任を任せたりすると不安になって判断狂ったりするから、ね、うん、はい、うん、でサイコパス傾向の人がよく犯罪を犯すのもおそらくこういう人たちが単調な仕事に就いちゃったりすると生かされてない感があって、はい、社会から阻害されている自分の才能をいかに生かすかって言ったらやっぱ犯罪に行っちゃう可能性があるよね、はいはい、だからこの感情の量と理性の量がその人にどういうふうにあるかっていうのを見極めて適所適材化するとなんていうか、そう世の中に役立っていく、はい、でここら辺の人なんかあれだろうね、感情うまくいかないと麻薬に走ってするのかもしれない、あ、うん、まあものすごい感情の量をコントロールできないから、うん、ね、そういうもので紛らわそうとする、うん、はい、でも芸術的な表現とかそういうところで発散させるとって話だよね、うんうん、でまあそこらのところは会社で教育する上でどう考えるかっていうのは重要だと思います、うん、どうもありがとうございます。ありがとうございました。